とっても操作が簡単で、ここを押さえながらここ握ると回ります。で、それでもう木に当ててバスバス切れるっていう、すごいっすね。ほんとおばちゃんでも全然扱えるんでびっくらぽんですわ。あー楽しい、楽しすぎるし、こっちは綺麗だしで、どうしよう、楽しすぎるわ。これはちょっと裏の雑木林の開拓がはかどりそうですね。いやー楽しみですわ。ということで、新兵器を携えてチェーンソーマンになってみました。ポチタぐらいですけどね、ちっちゃいチェーンソーなので。だがしかし素晴らしい仕事をしてくれました。おかげさまですっきりしましたわ。ちょっとまだね、あそこのもみじ、このもみじのところが電線に引っかかっちゃってるんで切りたいんですけどね、ちょっと高いかなみたいな。ちょっとこれは旦那と要相談ですね。まあ、とりあえずですね、今の手前、今映ってるもみじのところから、横のね、左側のところに出た電線に引っかかってる木は切りました。それからこのクヌギの木なんですけど、こいつね、このクヌギの木が、屋根に引っかかったので切りました。で、ちょっとね、あちこちちょっとずつ切って、まあかなりすっきりしましたね。この辺も切りました。で、堆積してた落ち葉を全部取り除いたって、見ました。うん、綺麗になったぞ。かなりすっきりしましたね。うん、ちょっとあと根っこかな。問題は抜根するのどうしよう。で、あとちょっとこれをね、袋に入れて、本日のお仕事はこんな感じで、今6袋ですね。まあ、こいつ入れたら7袋ぐらいになると思いますけど、それから、こっち側の敷地にないのところにドーンと切った枝をぶん投げました。結構な量ですわ。うん、切った。いやーでもほんとすごいね、やっぱ道具ですな。うん、道具すごい。そしておばちゃんでもこんな風に薪が作れます。まあうち薪ストーブないからね、まあちょっとこれはお友達に差し上げようと思っております。結構綺麗になったよ。満足。うん、美しい。そして私が作業中、犬たちは相変わらずドッグランに放牧してますけど、ちょっとやばいです。そもそもちょっと芝の上に石が転がっている時点で物事が全てわかるんですけどね。そしてこのちっちゃいね、子犬さんがまたやらかしてくれましたよ。なかなか今回は大仕事ですよ。なかなか、はあ、なんかお前これなんかパイプ系？なんかここパイプじゃないか、これはこれあれじゃない、排水用のパイプ？でも詰まってるよな。あれ謎すぎる。これはあれか、木だね。いや、ここ掘れワンワン始まりましてね、結構な深さでここ掘れをやられましたわ。ほら結構ね。で、ジムちゃんもね、実は
ここらにどうやらお手伝いしたらしくですね。お前もか、お前もか、悪いやっちゃですよ。派手にやりましたな。どうしようかね。ほらほら、掘ってるでしょ。ちょっと一発閉めますかね。やるな。これで分かってくれるといいんだけど。さあ、埋めるか。おまけの藤原さんちです。さて、先ほど動画の後半でか最後ですね、パールをちょっと締めました。で、基本的にですね、普段からほとんど怒らないです。注意はしますけど、犬たちの社会の中では犬たちがみんな教えてくれるので、私は一切手を出さないんですけど、まあ私とパールの間で、まあ、それはやるなという場合は、あのように首根っこを裂いて、キャンっていうまで、一回起こります。ね、まあこれで多分もうやらないとは思うんですけどね。ね、まあ基本的に普段から怒らないようにしてるんですよ、あんまり。まあなんか悪さしてもうちょっと軽く違うよってやるぐらいなんで、それでまあ賢いのでね、わかるんですよね。まあしつこくあんまりやっても犬もね、そのタイミングで怒らないとわからないんで、もうとにかくこいつはもう子犬ですからね、まあ、いかにわかりやすくかつ一発で怒るっていうのを心がけています。で、まあ他の犬がね悪さしてて怒られれば、まあこいつらも子犬でもね、ちゃんとあれやると怒られるんだなっていうのは理解しますのでね。本当に犬はね、怒っちゃダメです。もうね、やたらとノーノー言う人が結構いますけど、もうノーって言ったって何がノーなんだか全然わからないので、そこは本当に犬にわかりやすくね伝えてあげるっていうのが一番大事かなと思ってます。まあこれは私の、ね、個人的な意見なのでね、まあいろいろとご意見あると思うんですけれども、まあいっぱいボーダー飼ってて普段から特に思ってるので、まあご参考になればと思っております。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。